木戸孝允の生涯とその達成。イントロダクション。幕末から明治時代にかけて活躍した政治家であり、日本の近代化に大いに貢献した木戸孝允の生涯とその達成について、深く掘り下げていきます。この動画では、ずんだもんとし国目たんによる、対話形式で解説します。若き日の木戸孝允。木戸孝允って若い頃は何をしてたのだ？木戸孝允は、もともと長州藩の下級藩士の出身で、幼い頃から剣術や学問に優れた才能を示していたの。特に剣術においては、彼の技量は藩内で頭一つ抜けていたの。それから、彼の知識欲は底知れなくて、常に新しい知識を求めていたの。その結果、彼は藩内でも一目置かれる存在になって、やがては藩の大切な役職に就くことになるのよ。幕末の動乱。じゃあ、幕末の時にはどんな役割を果たしてたのだ？彼は長州藩の一員として、幕末の動乱を生き抜いたの。この時期、日本は内外から大きな圧力を受けていて、長州藩もまたその影響を大いに受けていたの。でも、木戸孝允の政治的な才能は、長州藩が幕府に対抗するための戦略を立てるのに大いに貢献したの。彼の巧みな政治手腕とリーダーシップによって、長州藩は幕府に立ち向かい続けることができたの。結果的にこれらの活動が明治維新を実現する一翼を担ったのよ。明治の最初。明治時代になってから彼はどんなことをしたのだ？明治政府が成立すると、木戸孝允は初代内閣総理大臣に任命されたの。この役職において彼は日本の近代化のための多くの改革を推進したの。その中には西洋の知識を取り入れる文明開化や地方自治制度の確立などが含まれるの。それから彼は新政府の基盤を固めるために各地の藩士や有力者との交渉にも当たったの。彼のリーダーシップと改革の推進力は、日本を封建時代から近代国家へと移行させる強力な原動力になったのよ。まとめ。木戸孝允の生涯とその達成を振り返ると、彼が日本の近代化における重要な役割を果たしたことが明らかになります。若き日からの優れた才能、幕末の動乱を乗り越えた経験、そして明治時代の内閣総理大臣としての業績は、現代の日本に大きな影響を与えています。彼の生涯は、我々が日本の歴史を理解する上で欠かすことのできない一部分であり、これからもその記憶は受け継がれていくでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。